おっしゃー、やったー、やったぜー、よし、おっし、はい、お疲れ様で、東京湾でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、北利根川にやってきました。はい、こちらですね、板子大橋から少しですね、北側に向かったところになります。とルアーはですね、ヘビキャロで今回はやっております。と以前ですね、伊藤匠さんが北利根川でヘビキャロで釣ったのを見てちょっと真似をしてみました。今日はですね、曇りなので、まあ、ちょっと釣りやすい、いつもより釣りやすいかなっていう感じはしますね。なんだこれ、あー生づく、パワーだなこれ。うわ、でかいな。そうですね、アメリカナマズで結構口が硬いんで、フックを外すのはね、結構大変なんですよね。で、今回のアメリカナマズはあまりにもちょっと大きかったので本当に驚きました。久々になんか強い引きを体験したかなって感じしますね。この引きはもうブラックバスだったらもう60超えてんじゃねえかっていうような引きですよね。まあ、60なんてね、釣ったことないですけどね。はい。まあ本当に久々です。去年のですね、8月ぐらいから全然釣ってなかったですね、アメリカナマズ。なので今年初アメナマという感じになります。ワームはですね、これ実はダイソーのクローワームっていうやつです。はい。まあ、今までの実績ではバス2匹のアメリカナマズ大体5匹ぐらいを釣っております。で、ちょっと当たりがなかったので、先週ですね、1匹釣りました。安治川にやってきました。で、今日ですね、これ休日なので人ね、やっぱりいっぱいいますね。まあでもこの反対側なんですけど、まあ誰もいないのでちょっとやらせてもらっております。と対岸の方もですね、前川と違ってそんなに人がギチギチにいるっていうわけでもないので、
まあ、前川もね結構今かなり擦れまくってるので、まあ、ここもねたまに来てはいいんじゃないでしょうか。で、まあ、ちょっと僕が登録してる YouTuber さんでも1週間前ですね、ここでなんかでかいの釣ってますよね、はい、なのでやっぱりここ横利根川とやっぱりつながってるところなのでバスがねいないわけないと思うんですよね。まあ、何かきっかけがあればねたくさん釣れるんじゃないかなと思います。で先ほどですね北利根川でヘビキャロもどきみたいなのをやってたんですけど、と今はですね、まあ、ルアーはそのまんまでとスプリットショットリグにしております。やっぱりヘビキャロ用の重いシンカーだとなんかブロックの間に挟まったりして結構根がかりしてしまうんですよね。なのでこういうスプリットショットですね、まあ、ガン玉をつけてるんですけど、まあ、僕の場合ガン玉をあまり強く締めなくてそのフック失礼しました、フックとその間をこう上げ、伸ばしてスプリットショットリグで、またはそのガン玉を下ろしてきてフックのすぐ上につけるして、まあ、ジグヘッドみたいな、まあ、そういう感じのなんかわけわかんないね使い方をしております。なのでガンダムを上の方にすればもっとワームがフリーで動くし、そういう感じです。はい、またですね、また同じところにやってきました。先ほど網玉釣ったとこよりちょっと南側に来ております。でルアーはですね、ゲイリー山本の山線香に変更しました。おっしゃやったやったぜい。やりました。すごい元気だ。今ですね釣れたところですが、ちょうどここのですねちょっと手前あたりに落としてすぐ食いましたね、はい、で使ったルアーはですねこれですね、ゲイリー山本の山線香になります。でこれ今回ちょっと風が強いんでちょっとノーシンカーだとちょっときついのでこういった感じでガン玉をつけてます、はい、でこれもうそこに落として一発で食いました、はい、